経緯役を果たしたのは、アウトバック、2本目、レガシーアウトバック。上半期実績は、新記録の9978台で、前年同期比は5.5%増。セダン版の、レガシー、2本目、レガシー B4 は21415台。前年同期比は16.2%減と、引き続き落ち込む。SUV の、フォレスターは、 79,277台を販売。新型投入を控えて、前年同期比は9.9%減と、マイナスに転じた。クロストレック、日本名、XV は、74,475台を販売。新型の効果で、前年同期比は71.1%増と、大幅に増加した。また、WRX シリーズは、上半期。 WRXSTI を含めて15,038台を販売。前年同期比は7.1%減と、マイナスに転じた。インプレッサ WRX を除くは37,814台を販売。前年同期比は12.1%減と、交代した。スバルの2017年米国新車販売台数は、 過去最高の647,956台。前年比は5.3%増と、9年連続で、前年実績を上回る。スバル、スバルの米国法人、スバルオブアメリカは7月3日、2018年上半期、1から6月の新車販売の結果を公表した。総販売台数は、 上半期の新記録の322,860台、前年同期比は5.9%増だった。